何しとるんじゃ兄弟。くっそ。あ、俺や。笹井組の冴島や。今真島と待ち合わせの時間なんやけど、あいつ来えへんね。ああ、そうや、ちょっとそっちで。来よった。ああ、もうええ。昼で。なんや、10人以上おるやないか。人だけは守らなきゃならないんだ。これも親父が天下取るためや。上野さん、堪忍や。助けて。降りろ。冴島大我だな。本日現時刻をもってお前を東京刑務所から沖縄第二刑務所へと移送する。今日からここがお前の棒だ。入れ。手錠出せ。食事は17時。それ以外の細かな規則に関しては渡した書類に書いてある。ここは普通の刑務所とはわけが違う。死刑が執行されるまで少しでも長く生きたいなら、せいぜい目立たないようにするんだな。あんた、本当に冴島なのか？本当にあの冴島大我なのかって聞いてんだよ。せやったらなんやねん。神様ってやつは本当にいるんだな。どうやら俺らにも運が回ってきたみてえだ。俺らが誰か分かってるよな。上野聖和だよ。あんたに25年前殺された上野聖和会の若衆の子分だよ。あんたに親取られてから20数年、この日が来るのをずっと待ってたぜ。親取られた廃止っちゅうわけか。そんな簡単なもんじゃねえ。俺らの人生をめちゃくちゃにしてくれたあんたへの復讐だ。あんたに死刑は必要ねえ。きっちり俺らの手でぶっ殺してやるだ。お前の人生がめちゃくちゃになったんが親が死んだせいちゃうやろが。我も極道の端くれやったらな、人生のケツくらい自分で吹け。何をやってるか。さっきの勢いはどうした？あ？なんだその目は。まだ殴られたのか？おら！おい、斉藤！おい、斉藤！斉藤！終わりだ。この野郎！なんだこいつは。今日は執行日じゃないだろう。ここまでだ。どうしてだ。別にいいだろうが。こんなクズ一人殺したところで。先月もそうやって二人殺しただろう。ちょっとやりすぎだ。命拾いしたな。お前にお客さんだ。己は高くつくぞ。外のやつに指示してあんたの口座に1本振り込ませておく。それでいいだろう。ちょうど車検でな、新しいのに買い替えようと思ってたんだ。助かるよ。あんまり長居すんなよ。じゃあ。そうだ。例のブツだ。監視の目を盗んでその手のプロだった囚人に媚びさせた。これでお前は棒を抜け出せるはずだ。まだ俺はやるとは言うてへん。ふん、やるさ。あんたはやる。やるに決まってるさ。どういうことや！上の清和会が生き残っとるやと。ああ、そうだ。上の清和は今も都内の島で活動している。組織を拡大してな。お前、俺がシャバのこと何も知らん思てでたらめ言うとるんだちゃうんかい。嘘じゃねえ。それに上野は今じゃ東上会の親戚だ。あの事件の後、東上会は上野と五分の逆圧交わしたんだよ。どういうことじゃ。あんたは上野義春を取り損ねた。だが実質上、あの事件の後の上野清和会は虫の息だった。しかし上野清和会は潰れなかった。なんで。それはな、あんたの親父さんのせいなんだよ。親父の？あの25年前の事件の直後、笹井のおじぎは事件の責任を取って急遽引退してしまった。もしあの時あんたの親父さんが引退してなければ、笹井組は直系の組として昇格してただろう。なんで親父は。さあな、笹井が消えちまった今となっては真相は分からん。だが笹井のおじきの引退により組は解散、そして昇格したのは他でもないあの柴田組だ。柴田組。そう、笹井組と直系昇格を争ってたあの柴田組だ。結局25年前のあの抗争事件は笹井のおじきとあんたから全てを奪い去っちまっただけの出来事だったんだよ。あんたの気持ちはよくわかるぜ、冴島さんよ。さぞかし無念だろうよ。あんたは極道としての義理を貫き通した。失敗だったとはいえ、たった一人で敵対する組織の幹部衆を18人もぶっ殺した。あんたは東上界の伝説なんだぜ、冴島さんよ。でもな、25年前のあの事件、実は裏でもっと面白い話があったんだよ。あの日、あんたはもう一人の兄弟分と一緒に上野を襲うはずだった。でも奴は来なかった。そうだろ。実はあれはな、最初から計画されていたことだったんだよ。